森本博は日本の原子力技術者。関西電力副社長原子力事業本部長として、部落解放同盟元幹部の森山英二から金品を受け取った。昭和18年3月28日生まれ、高知県の出身、土佐中学校、高等学校の36回生である。1965年に京都大学工学部を卒業する。 1965年4月に関西電力株式会社に入社する。1999年6月に関西電力の取締役に就任する。2001年6月に関西電力の常務取締役に就任する。2003年6月に関西電力の取締役副社長に就任する。2008年4月にはエネルギー総合工学研究所の理事となっている。 2009年6月に日本原子力発電株式会社の取締役社長に就任する。2009年7月に原子力発電環境整備機構の幹事に就任する。2011年4月には原子力環境整備促進資金管理センターの幹事となっている。2011年1月6日、福井県鶴ヶ市に増設を計画中の鶴ヶ原発。 3、4号機の運転開始時期について、国の耐震審査の長期化を受け、それぞれ2016、17年としていた、当初の予定から遅れるとの見通しを示した。福井県庁などで、記者会見した。運転開始から40年を超えた、国内最古の商業路、鶴が1号機については、延長期間を変えるつもりはないと強調した。2005年から2006年頃にかけて、 高浜原子力発電所がある福井県大井郡高浜城の森山栄治助役から原発マネー等母募集100万円相当以上の金品を受け取っていたことが明らかになった。森本博士の主な活動ネイバー人物検索2013年1月5日閲覧振興者建築募金名簿とさ中学校高等学校 2013年4月5日閲覧、日本原電有価証券報告書第54期有価、証券報告書、速報、2011年6月30日発表、役員名簿等エネルギー総合工学研究所、2008年4月1日、役員人事原子力発電環境整備機構、2009年7月1日発表、役員等名簿原子力環境整備促進、 資金管理センター、2011年4月1日、発表鶴ヶ原発産予報機開紙に遅れ、日本原電社長が、名言共同通信、2011年1月6日、発表、添付資料1、金品受取、問題にかかる、第三者委員会の調査報告書関西電力、関電20人、3.2億円受領原発マネー。 関流認識内、東京新聞に2019年9月27日夕刊、関連会長らに1億8000万円、原発マネー関流化、元高浜長女役から6人、産経新聞2019.9 27、277時10分、原発再稼働切迫で、関係悪化を恐れる NHK10 月2日8時48分。ありがとうございます。